クライブ、これは。とにかく石の剣と合流しよう。ああ、シド。来てくれたんですね。駐屯兵の奴ら、随分と暴れていたようです。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれん。しばらくは町から出るなよ。わかった。くそ、駐屯兵の奴らめ。あちらで手当てをしましょう。さあ。ごめんなさい。足がすくんで動けないの。シド、来てくださったんですね。派遣された石の剣というのはお前の部隊だったのか、コール。オットーから聞いている。状況はわかるか？ええ、話を聞いておきました。押し入ってきた駐屯兵はかなり乱暴に振る舞ったらしく、宿場の住民や傭兵団も暴行を受けています。マーサさんが止めに入ったところ、奴らは彼女を拘束してそのまま連れ去ったと。マーサの行方は？いえ、具体的な場所までは。ただ駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。グレードモン修道院を調べる気なのかもしれない。おそらくな。俺とジルで奴らを追う。お前たちは住民の手当てを。心得ました。シド、駐屯兵はベアラー粛清と口にしていたとか。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。ああ、わかった。駐屯兵は悲しみの入江方面に向かったようです。どうもこれまでと勝手が違います。くれぐれもお気をつけください。マーサが駐屯兵たちに連れて行かれたの。どうしてあの人が。クライブ、ベアラー粛清だなんてただごとじゃないわ。ベアラーは国の管理下だ。駐屯兵だけの判断じゃない。粛清という言葉まで持ち出すとは。ザンブレクは何を企んでる。じっとしてな、傷に響くだろう。いらっしゃい。ほらよ。はい、どうも。はい、確かに。道中お気をつけて。おい、しっかりしろ。
シド、お疲れ様です。怪我人も多いのでできる限り協力していきます。よっ。マーサ、無事か？ああ、クライブ、急いで修道院へ。何があったんです？出たんだ、黒騎士たちが出たんだよ。噂なんかじゃなかった。黒騎士？私を黒騎士から逃がすためにベアラーのみんなが盾になって、このままじゃみんな殺されちまうよ。俺たちで助けに向かう。マーサ、ここにいては危険だ。宿に戻ってコールを頼れ。いいな。わかった。二人ともどうか頼んだよ。黒騎士、一体何者だ。ビビアンからもその名を聞いたことがない。彼女も知らないとなると。とにかく修道院へ。ベアラーたちが危ない。なんてこと。クソ、貴様ら何者だ。ザンブレク兵、マーサさんのところに押し入った駐屯兵ね。あの女、助けを呼びやがったのか。構うことはない。たかが傭兵風情に何ができる。奴の仲間なら貴様らも同罪、粛清対象だ。ベアラーも、それをかばい立てる者も、この世の汚れに他ならん。我ら残夜を担う者、国へに誓い、来たる千年王国の憂いを断つ。なるほど、お前たちが黒騎士か。クライブ。ああ、やるぞ。
倒したか。敷地内を見て回りましょう。まだ生きている人がいるかもしれない。ベアラーの全身が石化してる。限界まで魔法を使って戦ったのか。この人まだ息があるわ。俺たちはマーサの仲間だ。助けが遅くなった。ここを襲った黒騎士は全て倒した。安心しろ。そうか、よかった。黒騎士はベアラー粛清のために作られたザンブレクの特務部隊だ。ベアラー粛清はロザリス城下で始まり、ロザリア全土に広がっている。どうかこのことをシドに、ベアラーたちを奴らから助け。ああ、伝えておく。シド、どこです？ご無事ですか？コールの声だ。無事を知らせないと。クライブ亡くなったわ。院長様たちの埋葬を終えました。しかしベアラーたちの遺体は全身石化の弊害で粉々に。残った砂は集めてあるわ。マーサさんを守るためにみんな最後まで戦ったのね。マーサさんから話を聞いて急ぎ駆けつけたのですが、こんな事態になっていただなんて。彼らも弔いましょう。せめて安らかに眠れるように。でしたらこの砂をリドック長海峡のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が隔離用に運ばれるのだと。俺が行ってこよう。ありがとう、クライブ。コール、私たちは修道院の中を片付けましょう。
彼らの砂をリドック町海峡のたもとへ。院長様が常々そうなさっていました。川に砂を流すことで魂が悟りに運ばれるので。私とコールは修道院の中を片付けておくわ。あなたは砂になった彼らをリドック町海峡のたもとへ。安らかに眠れるように弔いましょう。まさか武士。マーサさんはこの町の柱だそうですね。ご無事で何よりです。あいつらむちゃくちゃだよ。町の人たちの手当てが終わったら我々も隠れなきゃいけません。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれん。大丈夫か。無理に動くなよ。トン兵がめちゃくちゃにしていきやがったんだ。
いつら、むちゃくちゃだよ。マーサが無事で。手強い相手だった。
リドック町海峡、この辺りだな。水によって思い荷が洗い出され、魂が次の世へと運ばれますように。終わったのね。ああ、修道院の方は。ええ、片付けてきた。コールは先に宿へ戻ったわ。私たちも行きましょう。マーサさんも心配してる。そうだな。さっきの連中がまだ近くにいるかもしれない。しばらく待つ。二人とも戻ってこられてよかった。マーサ、すまない、間に合わなかった。いいんだクライブ、コールから聞いたよ。ありがとう、みんなを弔ってくれたんだってね。もっと黒騎士のことを気にかけておくんだった。まさか本当にいただなんて。奴らのことを知ってたのか。いつだったか客の噂話を耳にしたのさ。国営に身を包んだザンブレク兵たちがベアラーを殺して回ってるって。ここ数年はロザリアの駐屯兵が過激になってるだろう。だからてっきり奴らに怯えた誰かがそういった連中に黒騎士なんて名をつけたんだと。このまま黒騎士どもの勝手にはさせない。ベアラー粛清など許されるものか。だが目的は何だ。イーストプールを襲った奴らと同じようにこれも母上の差し金だというのか。もうこれ以上奴らの好きにはさせない。うちの傭兵団を強化して今度は返り討ちにしてやる。今回みたいな犠牲を二度と出さないためにもね。そうだクライブ、ついさっきオットーがストラスをよこしたんだ。ガブが隠れ家に戻ったと伝えてほしいって。わかった。それじゃあ俺たちはそろそろ引き上げる。マーサさん、お気をつけて。感謝するよ二人とも。あんたたちや石の剣のおかげで宿は救われた。大丈夫か。無理に動くなよ。マーサさんも戻ってきたんだ。じっとしてられるか。そこの人、ちょっと手を貸してくれ。そこの人、ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中、チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ。ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時のやつらが報復しに来たんだろう。どうか頼む。あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。
いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに？この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃよろしく頼むよ。ロザリアの心、どんなチョコボなんだ。これはチョコボの傘切り羽ね。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。ようやく追い詰めたぞ。散々俺たちを後継にしてくれやがって。仲間の仇だ。その白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそ者すっ込んでな。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。
もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。その目の傷、まさかあの時の。やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か。心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実は。やれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい？いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした？あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか。何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。どうだ、これでいつでも行けるぞ。いろいろと用立ててくれて感謝する。これぐらい当然さ。ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえば、あんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か。いや違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか。なんでもねえ、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな、ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。
よし、行こう。ご苦労様。